とやさ、しょうこらでございます。やっぱりね、帰ってきた方が鼻つらいよ。大阪でそんなつらくなかったもん。目もかゆい、鼻もつらい。そんな今日はですね、大阪に帰っている間にレンズ交換が済んだ、メガネを取りに行くのと、そして仕事をして、仕事が終わったら仕事の飲み会があるんですけど、私鍵番なんで途中参加をして、そして、小林守屋をまた止めるという感じですね。ちょっと忙しい、鼻が詰まる。どうもこんばんは、黒柳徹子です。なんかこう若干今いい感じなんですよ。チャンネル登録をしてくださってる方の年齢層がわかるんですけど、今ちょうどいい感じに半々ぐらいなんで、まあ、半分の方にでも伝わればいいかな。なへや、おおなあ、そうだ、年齢層の話をするとね、なんだっけな、60代の方でね、女性の方が多いんですよ。それがびっくりして、孫の感覚で見てくださってるのかな。まあ、ありがとうございます。なんでね、ちょっと窓開ければいいのかな、風を通せばいい。外出始めだからかな、慣れてないのかな。最近このブラドラをね、収録して編集するときに大体何も喋ってないで運転してるところをカットするんですけど、それ以外に鼻のすすり音も消す作業があるんですよ。それが非常に面倒くさくてね、少しでも不快な思いをさせないように鼻をすする音を消してるんですけど、僕は花粉症の時に病院に行かないんですよ。市販の薬でどうにかしてやろうっていう気持ちが強くて、今アレジオン20ってやつ飲んでるんですね。ただそれを飲み始めてから、なぜか知らないけどトイレに行く回数がすごい増えたんですよ。で、いっぱい出るし、ジョボジョボと、で、汚いな発言が、5分に1回ぐらい、あのバランスがね、ずっと5分に1回行きたいわけじゃなくて、休憩時間とかに飲み物飲んで、じゃあ仕事でもしようねって言った時に5分でおしっこ行きたくなっちゃうんですよ。で、その後10分20分ってなるんですけど、副作用かとか思いながらね、窓開けてると何喋ってるか分かんなくなる、編集しづらいな。だからちょっと薬をね、今昔のアレジオンが去年のが残ってるので、そっちを飲んでるんですけど、どうしたもんやろう。夜になるとね、これ収まるんですよ、鼻が。まあでも、ずっとメガネ生活をしているとさすがに目は痒くないんですよ、あんまり去年ほど。ただ鼻がね、どうしても詰まります。くしゃみがすごい出ます。これだけどうにかしてくれれば花粉なんてどうってことないんですけど。ちなみにね、この前これを持って行った時には遅刻するかななんていう話をしましたけど、今日は遅刻しても問題はないと思います。鍵番だから。みんながワイワイ楽しく飲んでる間に僕一人やってるんでね、仕事。今日は誰も怒らないでしょう。ここに来るまでね、約1時間かかってるんですよ。で、どうせ出たばっかりの時は鼻が良くないなと思って収録してなかったんですね。ただいつ収録してもやっぱり鼻は詰まる。鼻をこう掃除機のノズルで吸って全部取ってくれたら、こんな開放的な気分ないんだろうな。花粉はいつまで続くんでしょうか。私は毎年毎年こうやって鼻ビービー言わしてますけど、いつぐらいで終わったのかって毎年覚えてないんですよね。4月ぐらいからヒノキ花粉ですよね。多分僕ヒノキも持ってるんですよ。辛いな。4月は皆さん面白いことあります？クラス発表？社会人の方は新人社員の可愛い子目当てですか？僕は楽しみがないな。新しいことが始まる季節でございますね。私のこのチャンネルも年度で迎えたので、まあ、年始ということですね。4月はゴールデンウィークまでちょっと楽しみは取っておいて踏ん張りの時期でございますよ。これは何桜なんだろうな。もう咲いてるんですねってこの前のコメントでいただいたんですけど、もう咲いてるんですよ。何桜だ。しだれてないからしだれ桜じゃないんですよ。桜の木ってさ、夏場になるとすごい毛虫いません？あれ何？美味しいのかな？僕あの足が多いやつはね嫌いなんですよ。
なんかもう近寄りたくないんですけど、お花見なんてもってのほかですね。